ナスはね、だいたいまだね、この大きさでしょ。うん。高さ的に35センチぐらい。高さは？そう。でね、1個ぐらいかみたいな。そう。でね、この実がついてるじゃん。これちょっとね、鳴らせすぎ。取っちゃうなんだ。取っちゃう。で、この実がついてるのがね、これがね、主軸ってやつだから。一番大事な枝なんでね。これは？そう。一番最初のが？そう。でだからこれはね、本当はね、もっとちっちゃいうちに取っちゃうの。で、そうしないと、あ、違う、こっちにもあるね。こっちが一番か、かな。うん。主軸は、じゃあこれだってあれだね。こんなでかくな。こいつは普通のやつのようだって。うん、だそれダメ。こんなに大きくさせちゃダメ。だから最初に、もう、これね、取っておくの、これ。ナスはね。うん。こんな感じでね、うん、で本当はもっとちっちゃいうちに取っておく。もっとちっちゃいうちに。そう、もっともっと、もうそう、これぐらいちっちゃいうちに取っちゃう。取っちゃう。でそうしないと、うん、大きくならない。取って取ってんじゃ取ってよ。でね、うん、これ下の方にね芽がついてるんで、これね変えちゃっていいよ。変えちゃうよ。何が何だ。うん、これ変えちゃうよ。まあ、葉っぱ？うん。うん、ね、で上に栄養をちゃんと送れるように。ああ、下の方の葉っぱばっかり。でね、見てわかるけど、ほらさっきここの一番果がね、ここで取れてる。ここなの。ここで実を収穫してるんだけど、この下から芽がついてるんだよ、うん、ここに。あ、そうなんだ。ここにこれ、それこれ、うん、これね、これが芽で、これつけちゃうとこっちにも栄養が分散していっちゃうから、うん、こういうのはね、そう、あの、取ったことね、取っておく。でこれね、脇芽がね、ついてくるから、もうこれ取っちゃう。で、そうするとね、これもそう、ここから芽が出てきてるんで、これ取っちゃう。もうこの、花から上、こっちをね、伸ばす。で、これで、1本、2本、3本になったでしょ。これはこれは取っとかな、取っとかないとダメ、うん。もう大丈夫。これで、大丈夫、そう、これで仕立てて置いたんで、こんな感じでね、株元をすっきりさせて、うん、で、これが主軸か。1本、2本、3本と。で、3本仕立てにする。うん、ね。あ、そっか、3本。そう。で、こうやっとくと、うん、あの、ナスがいっぱい収穫できるから。たくさん収穫できるよ。ね。そうなんだ。これなんかも取っちゃっていい、うん、これも取っちゃった方がいいよ。これね、こんなちっちゃいで、うん、あの、もうちょっと大きくさせたいななんて思わないで、これ取っちゃった方がいいよ。あ、そうなんだ。うん。ね、でこっちにもほら、ナスここにもついてるでしょ。あ、それもついてる。それも取っちゃった方がいい。ね、これもね、もうこういう。あ、変だ、ほら。取っちゃった方がいい。これはね、うん、変だって言うんでね、うん、言うけどね、これなんでこういう風になるかっていうと、うん、これね、最初の、ここにナスがついてるでしょ、これ。ここに。ナス。うんうん、で、うん、このナスの、この花びらなんだよね、この枯れてんのが、これが。これが花びらで、うん、この花びらね、うん、これがナスに今このナスについてたわけ。じゃあこれも取っちゃった方がいいわけ。でこれ、うん、だから要はこれ取らないと、うん、あ、傷がついちゃうんだ、こうやって。ああ、なるほどね。うん、カビがこのね間に入って、花びらとこのナスのこの実の間に入って傷つけちゃうんだ、こうやって。ねえ、傷になってるね。そう。で、これね、小さい時にもうこれやっちゃうから、うん、こういうのね、あの、最初にね、うん、取っちゃう。あ、取っちゃうなんだ。取っちゃった方がいいわけだ。取っておくと、例えば、これとかね、うん、多分花びら落ちたんだろうね。うん、綺麗じゃない？綺麗だよね。それはね。ね、うん、だから、これはこのまま大きくなる。うん、だから、あまり傷がついてないナスができる。で、逆に、こっちほら、傷がついてるじゃん。うん、そうだね。さっきみたいに花びらが、そのまま、この、ベタのところから、そう、ついたまんま。大きくなったから。そう。で、そうすると、こういう傷がついた。カビによってね、傷がついちゃう。こういうふうに、できてきちゃうから。ここにあんじゃ、花びらのあれがあったから、そうそうそう。そうそうそう。へぇー。そういうふうになってる。だから、それね、あの、傷もんが嫌だったら、花びらをちゃんと取っちゃう。こういうのね、取ってやるんだ。そう、花びらを取って。取れてる。ね、うん。で、多分ね、これもうね、傷がついてる。じゃあ、取っちゃった方がいいんじゃない？
うん、あのもうちょっと大きくなってから取れば。どうして？色がついてからだったら食べられるから。そうなん。うん、でこれねちょっと仕立てておくよ。じゃあこれもね3本で仕立てるからね。3本2本。うん、でさっきの実がついてたのがあったでしょ。ね、こっちについてたよね、実がね。ここについてた。ああ、そっかそっか、うん。これが一番上についてたやつ。だから、うん、これが主軸なの。こいつが。うん、それがね。そう。で、こっちにも実がついてるでしょ。これだから実がついた下の脇芽なのよ、これが、うん。だから、そうするとね。こういうの思いちゃった方がいいわけ。うん。これね。そう。そういうこと。こういうの取っちゃう、こういうの。もったいないなと思うけど、取っちゃう。あ、そうなんだ。そう。で、取っちゃう。で、ここからね、脇芽がね、もう一本出てきてる。でね、ここもそうなんだけど、これね、接ぎ木苗っていうのを使って、ね、あるんで、これね、深植えしすぎちゃってるの、これも。かぶれすぎたんか。うん、だから接ぎ木はね、覆土して埋めない方がいいんでね、下からね、出るから。そう、出てきちゃうね。じゃあその向こうも取った方がいいか。うん、こいつもそう、さっきね、ほら、これがね、下のね、継ぎ木の台木っていう方から出てきてもダメな。で、こういうのがね、継ぎ木から出てくるんで、やっぱね、継ぎ木はね、病気に強いんで、こうやってね。これもじゃあ、はい、かっぽいた方がいいわけ。はい、そう。これも、うん、かっぽいた方がいいよ。そう。でね、追肥をする場合は、ここら辺にね、入れないの。こっちの外、もうこれぐらい大きくなってればもう外で平気。外っていうのはどこ？あの畝の外、肩ぐらいのところに、そう、肩ぐらいのところにパラパラとね巻いて、うん、で少しこう混ぜ込んどいてあげれば土と、ね、そうあんまり下でなくてもいいから、うん、でこんな感じで3本に仕立てておくといいね。こうやってね。でこっちもね、これナスがねでかすぎるんで、これもね、これだと、だからこれもね取る。こういうのもね、でかくなりすぎちゃった。株の大きさの割にね、ナスがでかすぎるんで ね、これも、でこれもね仕立てておいた方がいいんでね、だいぶ密集してるんで。じゃあもうこれに、はい、でまずね、ここもね、ここやって、そう、これもね、また台木から ね、そう、台木を埋めちゃってるんで、うん、このね、台木から出てきちゃってる芽が、こうやって、台木から出てきちゃって。そういうの知らんしね。そう。だからね、台木から出てきたね、芽はこういうふうにね、嗅いでおく。ああ、嗅いちゃうんだ、うん。下の方はないようにね。そう。で、これはね、これが主枝。これね。これが、さっきこの一番果を取ったやつね。うん、これが主枝。だからこの下に降りてくると、こっちがね、脇芽、うん、でこの脇芽がもう一本ここから出てきてる。この3つ使えばいいから、ここの下のもう一個出てるこっちの芽は切っちゃう、うん、切っちゃうんだ、うん、3本にしといていいよ、うん、そうするとこの1本、2本、3本で、うん、ここなんか構わない？これなってるとこの脇のこれは平気あっても、うん、ここのね、下からね、またね、脇芽が出てくるから、うん、こういうね、脇芽はね、嗅いでおくの。へー。嗅いでおくと、うん、脇芽がまた伸びちゃうから、こういう芽作っちゃう、こういうの下から。ああ。この3本から鳴らせた方がいい。あ、そうなんだ。そう。これだってでかくなるんですよ。うん。いいの？嗅いでおく、芽はね。あ、芽は嗅いでおく、はい、まあ、まだこんなもんで大丈夫だからね、これで大丈夫。これからだからね。そう。で、実が収穫できるようになったら、うん、一番最初の追肥。追肥をする。どれを？一番最初。さっきほら、あの、野菜用の化成肥料あったじゃん。持ってたじゃん、化成肥料。野菜用の？うん。18:8ってやつ。窒素が10、リン酸、カリが8ってやつ。うん。こういうのはね、外に投げとく。うん、こういうのは、こういうのはね、畑に入れない、あんまり。コガネムシかな、成長になっちゃったね。ポイしとく、ポイって、うん。だからこの実ができてきたら一回追肥、うん、あとここをね、支柱止めておく、こうやって。
ね、ま、もっと強いのを、うん、いやこれで十分大丈夫だよ。大丈夫、止めておけば、うん、そうなの、そうで、これで大丈夫ね。じゃあ、で、あんまりね、土寄せ株元しないんで、なんだっけ、違う、その捨ててある、うん、それこれ、うん、球根みたいなの、これで縛れいいんだ。あ、縛れねえか。うん、縛れないね。まあ縛るのは後でいいや。縛んねえ、うん、まあさすがにこれでは縛れない。まあいいけど、うん、まあそんなんでいいよ。まあとりあえず全部ね、ナスね、やっといたから。ね。じゃあこのまま伸ばしてみようね。うん。ここにカッパいたし。そう。とりあえず仕立てといたから、これでね、あのナスが成長が早くなると思う、大きくなると思う。うん。日々遅れてこのほら、どうしたんだけどね。うん。だから。死ねでよし、よしやったからあれか。まあ、このままね、特に手つけなくてもね、50個ぐらいはね、実が収穫できるの、一つから。あ、そうなんだ。そう、でもこういうふうにやっておくとね、うん、100個ぐらい普通にできる。ナスが収穫できちゃうから。あ、そうなんだ。不思議なことに。うん。ね。うん、で、キュウリ向こうは自培でしょ？これはね。向こうはね、うん。あれもこれからだね。これからいくらかね、はい、ツルは伸びてきたのね。ね。まあ一応こんな感じでいい？ね。あ、すいません。じゃあ今日はそのナス食べてね。じゃあ、いただきます。うん。炒めて。はい。はい